アディル・アウシシュは、フランスとアルジェリアのサッカー選手。エースサンテティエンヌ所属。ポジションは MF。パリ・サンジェルマン FC の下部組織出身。2019年8月30日のリーグアン f c メス戦で、スターティングメンバーに選ばれ、選手初出場。65分までプレイしレアンドロ・パレディスに交代した。2020年1月5日にクープ・ドゥ・フランスでプロ初、得点。 この得点で彼は、バーソロミル・オグベチェに次いで、クラブ史上2番目の若さでの得点者となった。2020年7月20日、エース・サンテティエンヌと3年契約を結んだことが発表された。フランス生まれだがルーツはアルジェリアにある。年代別代表では、フランス代表として出場を重ねている。U-17 代表では UEFAU-17。 欧州選手権2019で5試合9得点の活躍で一躍注目を浴びるようになった。グループステージのスウェーデン代表戦ではハットトリック、準決勝のチェコ代表戦では4得点の活躍を見せた。この9得点は UEFAU-17 欧州選手権史上でも最多記録となり、UEFAU-17 欧州選手権2015の際に、 オドソン・ヌエド・アールが UEFAU-17 欧州選手権2017の際にアミーヌ・ウィリが生み出した8得点という記録を2人と同じフランス代表の彼が塗り替えた。また9得点は UEFA 主催の国際大会全体で見てもトップタイの記録でありミシェル・プラティニ、エレーナ・ダニロはシェケーラ・マルティネスと並ぶ記録となった。その後、 2019 FIFAU-17 ワールドカップにも出場した。ありがとうございます。